スノーキーこと小手川幸也ですまだストーリー物語は完結していないんですけども私が今までに見た海外ドラマの中でも一番面白いゲームオブスローンズなんですけどもで私アマゾンプライムで見てるんですけど Hulu でもあるみたいです、はい、Hulu だと,、えー、っと2週間とか,なんか無料のトライアルの期間あったので、えー、もしもまだ見られていない方はそちらで、えー、見てみるといいかもしれません、はい、ということでですね、えー、そのゲーームオブスローンズの あのー、ワーナー海外ドラマシリーズ公式ツイッターでですね総選挙っていうのが行われていましたで、えー、昨日多分結果が出たと思うんですけどもで全キャラクターではなくって、えー、主要16キャラクターでしたはい、まあ、この動画概要欄にリンク貼っておきたいと思うんですけども結果なんですけどもこんな結果でしたはい、えー、まず4位ハウンドねあの猟犬って呼ばれる彼ですねあの人ですねが4位。 で、えー、3位が、えー、ブライニータース。背の高い女騎士です。私もこの方もなかなか好きなキャラクターなんですけども。で、2位が、ジョン・スノー。まあ、妥当かなと。まあ、人気あるかなと。で、えー、この方ですね、あの、途中に出てくる、えー、女優さん、ローズ・レスリーっていう方と結婚されたみたいですね。これ余談なんですけど。 はい。で、えー、第1位が、えー、デナーリス・ターガリエンということで、まあ、そうかなと。はい。そんな感じです。イケメン美女が上に来ました。で、私の個人的なランキングあの、主要16キャラじゃなくって、えー、全部の中でってなると、私こんな感じです。はい。えー、まず5位。アリア・スターク。次女ね。 はい。結構あの、彼女の下り好きなんですよ。で、えー、次がですね、えー、ラムジー・ボルトン。はい。で、えー、シオングレイ・ジョイということで、この二人の下りめっちゃ好きなんですよ、個人的に。で、第二位、この方がね、さっきのランキング入っていなかったのがすごい意外だったんですけども、えー、ティリオン・ラニスターですね。インプって呼ばれてる方。そして第一位は、はい、私も同じく、やっぱり、 デナーリスターガリエンあの方かなっていうところで、えー、まだこのストーリー完結していないんですけども、本当に、えー、楽しみです。ということで、今回の動画は以上です。また、えー、投資ネタ以外にも、こういう動画も、えー、時々やっていきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。